えっとね、今、えー、昨日の、えー、我が天下に記載していたときに、電話をかけた人間がいて、えー、番号し通知、えー、そいつ方も、まぁ、エロ業界関係の人間だと思うんですけども、えー、今ね、iPad のスレージがいっぱいですっていうことになってるんですけども、あの、いろいろ撮影した、えー、データっていうのは消去してるんですよ。で、もうほとんど、あのー、残ってません。まあ、これはね、あのー、一瞬でもう消えてるんですけども、 あのー、まあ、これまず消したとして、もうほとんど、あと写真関係。で、あのー、喋ってきた人間の相手の声が判別できるから、あのー、操作しやすくなる。どこの誰が電話かけてきたかっていうことをわかるから。で、もうこれだけ、今の、今の写真の量で、これストレージいっぱいなんか絶対ならない。何か隠蔽し、えー、隠そうとしてる。 ええとね、ストレージを管理で、これね、もう、あのー、 昨日、シジミ川えー、途中からミノー側になって、えー、過去側に合流していた内容のものをエクスポート、つまり動画を繋ぎ合わせて、えー、先ほど、えー、昨日からアップロードして、で、その内容っていうのも削除してるんですよ。ここの iPad の中から。えー、別のパソコンとかには残されてるんですけども、えー、これね、14.47GB っていうことになってる時点でおかしいんですよ。削除してるから。 ほら、もうあの、ピント合わさないように、コンピューターがしてる。の、ばれてるの、本当に。AI 操作で、え、本当のことがばれたら困るっていう、内容、ほらほら、すぐに、あの、手ぶれなんか起きてない、ほとんど。ピントがほら。ばれたら困るルールなし、それ隠蔽。個人情報方法の意味分かってないつもりになって、ごまかそうとしてる。個人情報方法を使ってる人間が隠蔽側。 正々堂々と自分が悪いことしない人間は、正々堂々と自分の名前と住所と電話番号を名乗れます。ね。14.47GB なんかない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 、写真で。これで、あのー、電話かけてきた人間の音声っていうのが今のところ公開できなくなってるけども、これちょっとね、 えー、購入店等で、えー、今度聞いてもう今天気こうですからねもうさっきから雷になってる淡井圭介が悪いことしてたんじゃないよ淡井圭介に対して悪いことしてきた人間が存在するからこうなってんのわかるで雷になってるからえ今光ったところもう一応天の神様があのー、あの,の方たちとかまあ援護してくれてるんだと思いますけどもちょ,ちょうどタイミングよくさっき光ったんですけどねなって,なんてあるでしょ もしかしたらこの辺のやつらかもしれない。エロ業界側の人間、どうせ。可能性高い。まあ、とにかくお確認、この内容はえアップロードしてますね。状況として。もう、ついついアップロードしてる内容とその時間帯を見てもらったらどういう状況か分かるんですよ。ものすごい大変です。数がありすぎて。